さんの冷凍食品。何これ。これはね、もう。マミリー。皆さんこんにちは。ようこそ。じゃじゃん。今日はローソンの冷凍食品スイーツ、これすごい話題なんだって。気になりますよね。冷凍食品だけどどのぐらい美味しいんだろうっていうところをレビューしていきたいと思います。開けていきます。とりあえずこんな感じで入ってますね。すごい。へー、あ、こちら、え、多分こうなってんだ。へー、見てよ、ほらこんななってる。すごい、しっかり発見されてる。待って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 、見てこれさ、ティラミス1個何キロカロリーだと思う。116キロカロリーだって。めっちゃ少な。マカロンも1個だいたい80キロカロリーぐらい。めちゃめちゃ低カロリー。こんな感じで、豪華。断面見てるとこんな感じで、スポンジばっかりのも多いけどマスカルポーネクリームしっかりあって美味しそうです。じゃあ食べてみましょう。うん、すっごいマカロン。めちゃくちゃ良かった。うまっ、美味しい。ふわふわだよ。ハンディ抹茶凍ってんじゃない。うまい。ん、何これ、何これ、ハズレがあるんだけど。カスカスなんだ。何これ、なんか間違えたクッキー食べてみた。うん、なんかね、ハズレもあるかもしれない。冷凍食品だからかな。抹茶だけなんかね、これはね、もう買わないレベルの、何、カッチカチなんだけど、何これ。冷凍のマカロンとは思えない。1袋400円ぐらいだから、つまり1個2000円ぐらい。ケーキ屋さんとかで行くと200円とか300円するので、結構手軽にマカロン食べれて、すごいいいと思いました。次、ティラミス食べてみまーす。まだ凍ってる。多分ね、溶け具合によって結構食感が変わってくると思います。ふうふうしたくていい。解凍してもいい。解凍じゃないよ。冷凍庫から出してすぐ食べられる。そうそう、常温でもいいらしい。常温にして、ふわふわになる。カリカリ。そう、アイスみたいな感じで食べれます。出したばっかりだと。ふわふわの感じを食べたければ、冷蔵庫から出して、ちょっと常温で置くといいっぽいです。あー、チキがさ、染みてさ、ブチブチになったの嫌いだから美味しい。あ、美味しい。すげえ、なんかね、さっぱりしてるんだけど、すごいなんかコクがある。で、ちゃんとコーヒーも染みてて、すごい香り豊かです。あとなんかワインがちょっと入ってなくて、確かにちょっとね、高級な感じはするかも。いや、普通にうまい、これ。食べ、キノコの山とタケノコの、キノコの山とタケノコは、パンを用意して、タケノコとさ、とキノコの山だけ、なんか、それを乗せて、あとクリームとマカロンを乗せると高級のケーキになります。っていうかわかりませんでした。タケノコの山とタケノコの山がどっちが好きですか？コメントで教えてください。いい子はタケノコの食べ物。アイちゃんはキノコで。パパはタケノコだね。アイちゃんはキノコだ。はい、じゃあ、はい。まずこっちからマカロン。星5つで評価してください。星何個でしたか?4!10 はないけど5ね。4。ティラミス、星5つで評価してください。何個でしたか？星5。子供はあんまり、ちょっと大人の味ですね。まあ、ワインとかも入ってる。最後見ててください。いくよ、グーグーチョキパーでグーチョキパー。じゃあ皆さんもぜひローソン行ったら食べてみてください。はい、あ、いいねしていただけるとすごい動画の励みになるので、よかったらいいねもお願いします。食べてみてね。バイ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 。マカロン食べてる。絶対多分5000万億星だったから。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押してね。